こんにちは。今、仕事機から来ました伊藤と言います。ひとりっとクライムは初めての参加になります。学生時代から吉田さんの動画が好きで、コンサートに来たり、こうしてギターで歌ったりしています。今日は、10年ぐらい前の吉田さんの動画アルバムの中から、僕の人生の今は何章目くらいだろうという、少し、長いタイトルの曲を歌います。この曲は吉田さんの動画が作曲した曲ではなくて、ガッツだぜとか、明日からさでおなじみのグループというバンドの、トータスの元という人が作った曲です。タイトルのように人生を一冊も本に例えた曲なんですけども、決して大げさな曲ではなくて、日々の生活の中の全てが愛おしいと歌っています。歌っていると、気分が疲れなくなるので大好きな曲です。聴いてください。悪かれ言いたいことを全部言う。気持ちいい風を魂に吹かす。今はどのあたりだろう、どの辺まで来ただろう。僕の人生の今は何章ぐらいだろう。アホが冗談涙流して笑う。絵みたいな歌を作る。今はどのあたりだろう、どの辺まで来ただろう。僕の人生の今は何章くらいだろう。朝が夕が毎日がそれぞれに愛おしい。Bye.